いやー、ケンジさん、アウトプットがほぼゼロ。これやばいっすね。これはやばいっすね。アウトプットほぼゼロはやばいっすね。まあ、ほぼゼロ円だったらいいんですけど、ほぼゼロ円っていうオファーを出すんだったらいいんですけど、ほぼゼロ円って、ね、ソフトバンク。いや、ほぼゼロのアウトプットはまずいっすね。でもそれを理解してるわけですから、やばいと思ってて、じゃあそのやばいをどこまで放置するんですかっていう。僕この前、昨日かな、缶詰の賞味期限が4ヶ月過ぎたのを食べたんですけど、やべえなみたいな、やべえなと思った瞬間僕食べましたからね。まあ食べるのかよって話ですけど、まあ、4ヶ月賞味期限切れてもいけました、缶詰。ちょっとね、2ヶ月過ぎてたやつは食べたんですけど、あれ4ヶ月これ過ぎとるやんみたいな。で、もうすぐ食べました。でもこれをじゃあ、あ、4ヶ月か、ちょっとあれだなみたいな、まあ捨てるか放置じゃないですか。 まあ大体捨てるかもしれないですけど、じゃあ放置してですよ、じゃあ10年後食べようと思います。さすがに僕ね、10年賞味期限切れたね缶詰はね、ちょっと怖いっすね。さすがに。 まあ4ヶ月はまだいけましたけど、だからこのアウトプットがほぼゼロというこの状態をどこまで放置しますかっていう。10年放置したらもう手がつけられないですよ。食えないですよ。でも今だったら食えるかもしれない。今やれば軌道修正できるかもしれないです。だから今やるべきですね。そう。で、あとはやっぱ情報を遮断するっていうか、僕の見なくていいんじゃないですか。 結局このプレゼントもじゃあ配るじゃないですか。配ったら18講義やりますよ。だ、今までの自分の習慣から入れて見てですよ。インプットしても結局アウトプットほぼゼロじゃないですか。ということはインプットはもうしてるわけですよ。じゃあもうインプットゼロでアウトプット1すればいいじゃないですか。インプットゼロ、アウトプット1すればいいんじゃないですか。だからまあプレゼントはお配りしますけど、見なくていいんじゃないですか。で、見ても、今までね、それを見て、アウトプットしてるという前例があるんだったらいいですけど、これから、これなんだ、もし今回のプレゼントを見てアウトプットができるんだったら、もう前例がない事例ですよね。今までの自分の過去の中に前例がない事例ですよね。奇跡的な事例ですよね。で、奇跡を起こす前に今あるものを出した方がいいと思いますね。だって見てる時間がかかるじゃないですか。結論、インプットする時間が必要なんで、もったいないですよね。であるならば、まあプレゼントはお配りしますけど、見なくてもいいのかなと。まあだって、まあ大体もう知ってるじゃないですか。あとは何をやるか決めるだけですね。まあ僕はビジネスやってますから、そうは言っても、それでも欲しくなるようなプレゼントだったりとか、それでも欲しくなるような、商品セールスはしてきますよ。それがビジネスですから。まあこれは本音でお伝えしてますけど、ビジネスはそういうふうにやると。まあこれは本音でお伝えしてますけど、まあ、これからもそんな人にも売るっていうね、そんな人でさえ欲しくさせるっていうね、それが僕の、仕事、ビジネスとしてはやるべきことですから、売り上げを作っていかないといけないですからね。例えばケンジさんが買わなかったとしても、他の人に売るためにそれをやるし、そんな感じですかね。ということで、まずはインプット0でアウトプット1。っていうかもうインプットはしてると思うんで、もう今まで。そこでアウトプットするってことですね。頑張っていきましょう。今回はアンケートご協力ありがとうございます。